日本の公衆電話。本校では日本の公衆電話について解説する。設置された時期、場所によって様々な種類の公衆電話が設置されている。21世紀以降の日本においては携帯電話、PHS が若年層だけでなく高齢者層にも普及した上、電子メールなどの普及により通話時間そのものが減少していることにより、 市役所や病院などの公共施設においても次第に施設数が減ってきている公衆電話の施設数。ただし、現在でも大地震などの災害時には携帯電話などと比べて繋がりやすいため、非常時における重要な連絡手段としての役割を果たしている災害対策。NTT 東日本、西日本、NTT コミュニケーションズ、KDDI、NTT ドコモ、 によって運営されているものがほとんどである。設置方法は事業者により異なる。一般的に、鉄道駅構内、市街地大通りの電話ボックス、市役所、空港、大規模ホテルなどの公共施設、または電磁波の悪影響を受けやすいとされてきた病院などに設置されている場合が多いが、ほとんどの事業者では公表していない上携帯電話の普及により、 21世紀に入ってからは次第に設置数が減少しており利用者が容易に設置位置を知ることができない状態にあった。長らく設置場所は公開されなかったが2011年平成23年12月に日本電信電話 NTT は早ければ2012年4月にも公式サイトで設置場所を公開すると発表。その後2012年 平成24年6月28日に NTT は全国の公衆電話約23万台の設置場所を翌日29日に公開すると発表。従来、電話機窃盗防止などの理由から設置情報を公開しなかったが、設置場所公開に踏み切った背景には、前年に発生した東日本大震災の発生直後に電話回線が複装し、都市部では 地震直後に災害時でもつながる公衆電話の前に長い行列ができたことで利用が急増し、公衆電話の重要性が改めて世間一般に再認識されたということがある。これを踏まえて情報通信審議会の委員会は2011年平成23年12月に公衆電話の設置情報公開を求める報告書をまとめ、設置場所公開が実現した。 着信可能なものも多いが、街頭に設置されているものは悪用防止のために、電話番号は公開されておらず、呼び出し音が明動しないものが多い。個人商店の店頭などに、ピンク色の筐体を用いたピンク電話を設置し、店舗の着信用兼用として用いる事例も見られる。例外として、警察本部や消防本部の通信指令室は、 通報後の回線保持と通報地点特定を目的に、呼び返しが可能で、故障修理係が試験明動させる場合がある。国内の NTT の公衆電話から発呼した場合、ナンバーディスプレイ対応端末は、公衆電話あるいは、それを示す記号などを表示して、公衆電話の電話番号は表示されない。非通知、詳しくは、ナンバーディスプレイの項を、 参照とは別設定のため、着信側の電話機で番号非通知は拒否するが、公衆電話からの着信は拒否しないとする設定が可能である。公衆電話から発信した場合でも、指定番号をプッシュする方式のプリペイドカード、オートダイヤルカードで発信した場合と、新幹線公衆電話からの発信は通知不可能、表示圏外などの値となる場合がある。 公衆電話の番号は、料金とお支払い手段には、高価、プリペイドカード、テレホンカードが用いられる。諸外国でも釣り線を出す公衆電話はないが、日本でも100円硬貨を使用した場合には、間違い電話や通話時間に達しなくても釣り線が一切出ないため、10円硬貨、または100円硬貨のみが使用か、長年にわたり、 問題視されてきたテレホンカードはこの問題を解決する手段としても要された。公衆電話は10円単位の契約になるため消費者にとっては非課税取引10円には消費税がかからないためになるが電話事業者の消費税課税対象になるため10円で話せる通話時間を短くして通話料金を調整している。NTT グループが管理する 公衆電話は1984年、昭和59年、旧日本電信電話公社時代に設置台数が最高となる。1999年、平成11年までに、高価専用機からテレホンカード対応機への置き換えが完了した。経営状況としては、1993年、平成5年10月、最終的に3倍に値上げされた。 市内通話料金は1994年、平成6年4月も2、に公衆電話の通話料金の大幅な値上げが行われたことや、1990年代後半からの携帯電話や PHS の普及、特に1995年、平成7年にサービスを開始した PHS は、公衆電話とあまり変わらない通話料金を設定したにより利用者が減少し、1995年、 平成7年度からは損失を計上している。日本電信電話公社時代を含めて現在まで NTT 東日本、NTT 西日本が管理する公衆電話は第一子公衆電話、第二子公衆電話に区分される。2005年、平成17年度において1995年、平成7年度に比べ東日本管内で61%、 西日本管内で57%の第一種と第二種の公衆電話が廃止されている。NTT 東日本、西日本は電気通信事業法第7条に規定される基礎的電気通信益務を提供する電気通信事業者であり、公衆電話は電気通信事業法施行規則第14条に定める基準に則っ,って設置されている。同規則は 基礎的電気通信役務を行う電気通信事業者に対して次のような基準に適合する責務を課している。電気通信事業者が基礎的電気通信役務として公衆電話事業を行う場合には電気通信事業法施行規則第14条第2号で次の基準に適合する責務を課している。お利用できるようにすること第1子公衆電話は 通信手段維持の公益性を踏まえ、災害時などの緊急優先通話や、加入電話、携帯電話を使用できない場合のように供するため、低い利用頻度の箇所を含め市街地で、約500メートル、郊外約1キロメートル四方に1台設置し、台数の維持を図っているほか、設置箇所も原則として、終日講習のように供することができる行動上、または行動に面した場所としている。つまり、 夜間閉鎖される施設内に設置されているものは第二種。基礎的通信役駅務、ユニバーサルサービスを提供する電気通信事業者に責務として課されているために設置している公衆電話なので高コストであるとされる。しかし基礎的通信役駅務は市内通話を義務付けているだけであるため、過疎地や離島などの公衆電話で市内通話をすることの少ない地域では、 基礎的通信益務の収入としては近止であるものの、市外通話の収入を含めれば、そこまで高コストではないとの指摘もある。第二次公衆電話については、電気通信事業法令上に定義は存在せず、NTT 社内の故障である。無論、法令上の規制は存在しない。第二次公衆電話は、高頻度の利用が見込まれる場所に設置される。なお、 公衆を関する公衆電話であるが、先日の第二次公衆電話については、必ずしも公衆の出入りできる場所に設置されるとはらず、例えば、オフィスビルや工場など関係者専用の施設内において、施設に立ち入りできるもののみに使用させるような形態の設置も認められている。また、KDDI の施設などは、旧 KDD 時代が特殊会社であり、また、民営化後も、 NHK の国際放送送信業務等を行っているなどの公共性から観光所設置の例により他の電気通信事業者の事業所内にも NTT 公衆電話の設置がある場合がある。なお、KDDI の公衆電話、機器名は国際電話端末装置と呼ばれるものは KDDI が国際回線事業者である関係で成田国際空港など 非常に限られた場所のみにしか設置されていなかった。色は白。国際通話専用で日本国内への通話はできなかった。2015年、平成27年時点ですでに全廃されている。NTT の設置する第一子公衆電話が設置基準を満たしているかについては疑義もある。2007年、平成19年現在、NTT 東日本。 NTT 西日本は第一種公衆電話の新設を見合わせているため、新興住宅地や都市再開発、災害復旧を行った地区などには公衆電話が全くない地域が存在することが指摘されている。2006年、平成18年の会計検査院検査報告にて、NTT が会計検査院の検査時に示した書類上では、NTT は前述の点を理由に、 東日本で64.2%、西日本で65.4%の地域に一種二種、両方とも公衆電話を設置しておらず、大分県には至っては、県度の87.1%に公衆電話がない。第一子公衆電話のうち東日本12.4%、西日本13.3%は、24時間利用、可能でなく、独身料や、賭博場、 パチンコ島内に設置されていることなどの改善意見の指摘を受けている。口述の災害対策の項と重なるが、災害発生時においても公衆電話は災害時優線電話として通話が可能である。携帯電話や一般電話が電話回線の服装で使用不能になる恐れがあるため、通話が可能となる公衆電話の使用が推奨されている。また、 災害時の連絡手段の確保という視点から、公衆電話無設置地域をなくすべき、という指摘も存在する。ちなみに、テレホンカード使用不能への対策として、災害時では、高架での通話が推奨されている。災害により停電した場合は、その設置する機種により異なる。災害時に、公衆電話の通話を無料化する、旨の掲載がある。これは、阪神。 淡路大震災の際に使用不能となった公衆電話が多数存在した子による災害救助法が適用される規模の災害で広域停電が発生している地域としている。また災害時における公衆電話の禁錮充満を回避するため及び停電によりテレホンカードが使用不能となっても利用できるよう救済するための措置でもある。ただし無料化措置実施中でも アナログ公衆電話などの機種では効果もしくは、テレホンカード、カードは使用可能の場合に限るの投入が必要となる場合がある。その効果とテレホンカードは通話終了後にそのまま返却される。災害時の無料化措置実施時に公衆電話から無料となる通話先は以下の通り。なお、無料化措置実施の設定は都道府県単位でなされる。 ただし、特殊管理講習電話、いわゆるピンク電話は無料化措置の対象外で、通常の通話料が課金される。また、無料化措置実施中は、テレドーム番号0180で始まる番号へは、かけられない。阪神淡路大震災以降、広域停電を伴う災害救助法の適用される災害は多数、発生したが、2011年、 平成23年3月11日に発生した東日本大震災で NTT 東日本管轄エリア17都道県で公衆電話無料稼により初めてこの措置が発動された。また2016年平成28年4月14日に発生した平成28年熊本地震で NTT 西日本管轄エリアで初めて熊本県において 公衆電話無料化が実施された。なおすべての公衆電話は、服装による発信規制の対象外たる災害時優先電話になっている。これら以外にも、各種施設に受話器を持ち上げるだけで、各種施設契約のタクシー会社へ無料で接続される、タクシー呼び出し専用公衆電話が設置されていることがある。1890年。 明治23年12月に東京及び横浜に電話局が設置され、日本における電話業務が開始された。同時に東京15カ所、横浜1カ所の電話局内に電話書が設置され、電話回線を持たない一般市民のための公衆電話が設置された。開設当初は電話加入者が限定されていたことと何よりも電話に対する認識に欠如しており、 利用者が限定されていたが、次第に利用者が全増し、5年後には1カ所平均8、通話が利用されていた。当初は電話局内に設置されていた公衆電話であるが、1900年、明治33年に新橋駅と上野駅に設置された。設置場所は、新橋は中東待合室前、上野駅が駅長室前であった。この公衆電話は通路に置かれたものであった。 電話ボックス型の公衆電話は、同年に、京橋に設置された六角錐型のものが初見である。当時の公衆電話は、自動電話と称されたが、交換手に通話接続を依頼し、必要に応じて十線、銭、または五銭効果を投入するものであった。効果投入の確認は十線銭硬は、名称五銭効果はゴングを鳴らし、交換手がその音を聞いて、投入を判断するというものであり、 終戦後までの50年間にわたって踏襲されることとなった。通話料金は市内一通話5分で15銭と定められたが、一般の電話回線の通話料が低額制であり、消化などでは電話を顧客に無償で利用させることで顧客誘致を行っており、当時最低限の生活ができる15銭では通話利用者が伸びず、間もなく5銭に値下げしている。1920年。 対象9年、一般加入電話に一通話2000の重量制、通話料金が採用されると、一般加入電話の通話量が激減し、公衆電話の通話量が急激な伸長を見た。1925年、対象14年には、ダイヤル自動方式が採用され、名称に混乱をきたすとして、自動電話が公衆電話と解消された。明治対象と発展を続けた。 公衆電話であるが、太平洋戦争で都市が空襲を受けると、壊滅的な被害を受けることとなった。戦前全国で5222台あった、公衆電話は1945年、昭和20年末にはわずか623台、激減している。また戦後も、公衆電話の復旧は進まず、1947年、昭和22年頃までほとんどその機能は停止していた。これは、 資材不足も、去ることながら、効果不足による利用者低迷という理由は、戦前5戦であった通話料が戦後のインフレで50戦に改定されたが、5戦、10戦、効果は戦後新中造が中止されていたため入手が困難となり、それが利用者低迷に直結していた。そこで考え出されたのが当時流通していた50戦紙幣の利用である。 しかし前日の効果の音による料金投入を判定した当時紙幣では音による確認ができず、もっぱら利用者の良心に頼るものであった。試験的に新橋駅東口に設置され、その結果は回収率105%を記録した。この結果を踏まえ東京、横浜、名古屋、大阪、神戸でも設置され、いずれも100%の回収結果を記録している。しかしその後は、 回収率は減少の一途をたどる。これは料金を投入せずとも、通話可能との情報が広がったことと、急速なインフレにより50銭、1948年、昭和23年に1円に改定や1円という、小額紙幣の持ち合わせ少なくなったことが考えられるが、東京で回収率20%となると、もはや交換紙を通す意義も薄れ、東京では1949年、 昭和24年にダイヤル式公衆電話に料金箱を設置したものへ切り替えを開始、ついには回収率15%まで落ち込むこととなった。赤電話の正式名称は委託公衆電話である。1951年昭和26年に電電公社が商店などに公衆電話の取扱業務を本格的に委託するようになった。前哨で述べた通り、 信用方式の公衆電話での料金回収が望めない現状、高価投入方式の公衆電話の採用が急務であったが、10円高価の鋳造が開始されたばかりの当時では流通が十分でなく、また設置に多額の投資が必要なボックス式に変わるものとして考案されたのが赤電話である。1951年、昭和26年の段階では、 公衆電話には二種類が存在していた。一つが前述した委託公衆電話というものであり、電話局が設備を提供し店頭に設置してもらうものであり、商店に通話取り扱いを委託するというものであり、もう一つが簡易公衆電話と称される電話局と加入者が契約した加入電話を店頭に置くというものであった。簡易公衆電話制度はまもなく廃止されたが、 特殊簡易公衆電話、ピンク電話がそれに類似したものとして継承されている。店頭における公衆電話の第1号は、新橋のタバコ屋に設置された。当時は、一般的な黒電話機を使用していたが、1953年、昭和28年より赤電話に順次、切り替えられていった。色の変更については、公衆電話であることを目立たせるために実施され、 退職の少ない色相 3.5R、メイドにサイド3という赤が採用され、8月に東京駅に設置された。赤電話が登場すると、公衆電話に対する評判が高まり、商店から設置希望が殺到するようになった。設置希望理由には、顧客誘致も去ることながら、手数料収入、そして電話回線解説が自由に行えなかった時代であり、 電電話話局のの費用用用用で、赤電話を設置、維持し自家用の代用品に使用するという理由があった。このようにして登場した赤電話であるが、当初は料金を自宅者と利用者の間で生産する必要があった。しかし、駆け逃げや二度駆け、市外通話の虚偽申告などのトラブルが発生するようになり、電電公社は、高価投入式の赤電話の開発に着手した。 1954年、昭和29年に通称ダルマと称される効果投入式の赤電話が登場した。これは、5払い方式と分類され、ダイヤルし、通話が繋がると10円効果を投入するという方式であり、効果を投入しないと変通話となっていた。1953年、昭和28年、10円効果の流通が進んだことに、伴い、 効果投入方式の公衆電話として青電話が登場した。これは委託ではなく、電電公社が直接に経営するものであり、基本的に電話ボックス内に設置された。初期の青電話では、料金効能式が採用されており、特に相手方とつながってから10秒間は料金を投入せずとも通話が可能であったため、対策として1955年、昭和30年により、 料金全納式の青電話が登場する。これ以降、日本の公衆電話はすべて料金全納式となる。赤電話は点灯。青電話は電話ボックス内という形で大別されていたが、道路整備が進みボックスの新設が困難になる。一方、赤電話は、盗難防止目的で、夜間は店内にしまわれることが多かったため、終日利用できる電話は限られていた。 この問題を解決するため、1970年頃からボックスに比べ専有面積の少ないキャビネットポールといった新設備の利用や容易には盗難ができないよう固定し、終日利用できる青電話の点灯設置などが進められた。また、1968年、昭和43年より青電話からダイヤル市外通話が可能となったこともあり、 広角通話が増加したことから、1972年、昭和47年には100円硬貨にも対応した、高電話が登場する。構造やスペースの都合により、釣り線が出ないため、100円玉でもしもしお釣りは、電電などとも揶揄されたが、大量の10円硬貨を必要としなくなったメリットも、ある。この機電話は、後に、本体はそのまま、ダイヤル部分が、ボタンに回収され、 初のプッシュ本式の公衆電話ともなった。かつては107番で呼び出し設備を有する列車の車内呼び出しが可能だった。自動車電話や携帯電話とは違ってトンネル内でも通話が切れない。原則として電電公社または NTT グループの公衆電話についての記述である。また、 同年9月30日をもって IC テレホンカードから次期テレホンカードへの交換は終了した。1971年、昭和46年度から1998年、平成10年度は総務省発表の資料より、1964年、昭和39年度以前は電電公社資料、1998年、平成10年度以降は、 NTT 東西発表の資料より、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。